はい、今日は知らないと恥をかく IT 用語、サーバーとクライアントについて1分で解説していきます。皆さん、サーバーとクライアントって何かそれぞれ説明できます？よくサーバーとクライアントってワード聞くけど、この2つ何が違うのでしょうか？そもそもサーバーって何でしょうか？これ説明してって言われたら意外と難しくないです。今日は皆さんがサーバーとクライアントについてそれぞれ説明できることをゴールにやっていきます。サーバーとクライアントそれぞれ何かっていうと、まず英単語で見ていくと、サーブっていうのは提供する。クライアントってのはお客さんって意味です。これを技術的な話に置き換えると、サーバーはサービスを提供するコンピューター。クライアントはサービスの利用者、利用ツールのことです。言葉だけだと分かりにくいので、このサーバー、クライアントの関係を図にするとですね、まずクライアントがサーバーに対してリクエスト、依頼をして、サーバーがそのリクエストを処理して、で、リクエスト処理したらレスポンスを返すっていう仕組みになってます。これだけです。まずはこの関係を頭に入れてください。これだけだと簡単なんですけど、サーバーとクライアントが分かりにくいのにはね、理由があるんですよ。それは、抽象概念だからいろんな種類があるんですね。よく聞くのだと、ウェブサーバー、DB サーバー、メールサーバーといったものがあります。ウェブサーバーというのは、クライアントがブラウザで HTTP リクエストを送ります。サーバーが HTTP リクエストを処理するコンピューターで HTTP リクエストを返します。データベースサーバーというのは、クライアントがデータベースを呼び出すコンピューターでデータベースにリクエストを送ります。サーバーがデータベースソフトの置いてあるコンピューターでデータを処理してレスポンスを返します。メールサーバーは、クライアントがメールソフトでメールの送受信の依頼を行います。サーバーはメールの送受信機能を受け持つコンピューターです。要するにですね、毎回文脈に応じて何かのサービスを提供していたら〇〇サーバー、そのサービスを呼び出していたら〇〇クライアントって呼ばれるわけです。サーバーとクライアントというのはそういう抽象概念、役割の話だと思っていただけると今後混乱しにくいんじゃないかと思います。はい、というわけで最後まで見てくださりありがとうございました。